はい、皆さんこんにちは、ワナルグリージです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続けていきたいと思います。南方作戦としてインドネシアスマトラ島に今上陸作戦を仕掛けているところです。まあこちらオランダ領になっているんですけども、すでにオランダ軍の方は撃破してあります。残っている、ここにあるのがアメリカ軍の中央司令部になりますので、今回はここ中央司令部を撃破するために進撃を開始していきましょう。でまず歩兵部隊なんですけども、まあ、スマトラ島のですね西岸に上陸してますので、ここから陸路をですね進んでいって米軍の基地の方へと向かっていきたいと思います。まあ、あえて輸送船に乗せる必要ももうないかなというふうに思いますので、ここはですね確実性を期して進んでいきましょう。主な戦力は空軍、まあ、はやぶさ、冷戦といった戦闘機、それに艦爆隊になりますので、これらをきちんと使ってですね、ダメージをあまり受けないようなね、戦い方っていうものをしていければいいかなと思います。今主力戦闘機になっているのが陸軍がはやぶさ、海軍が冷戦というところなので、冷戦に関しては軽空母2隻今回出撃させているので、まあそこでしっかりと補給ですね、これをすることができるんですけども、はやぶさに関しては艦上タイプのものではないので、まあつまり空母で補給ができないので、エネルギー残量に関してはですね注意を払いながら、あ、空港との距離感ですね、しっかり測って進んでいきたいと思います。特にまだスマトラ島には陸軍が使える航空基地がないので、まあ、少ないので、エネルギー切れでね戦わずして落ちてしまうっていう、まあ、そういう状況はできるだけ避けたいなというふうに思っています。さあでは戦闘機部隊で、徐々に進軍してます。ここからは米軍のスチュアートなんかが出てきているので、少しずつ戦車部隊との戦いになっていきそうですね。まあ、戦車はやっぱり硬いというのはありますので、艦爆の爆撃で撃破しながら進んでいきましょう。できることならやっぱりいいですね、なんとか20ターン以内に攻略を完了して大勝利していきたいので、スピードもねやっぱりちょっと考えながら進んでいきましょう。でその時に有効になってくるのが従順。従順の艦砲射撃は距離が結構出るので、これをですね、米軍の中央司令部の近くに接岸して、艦砲射撃を撃っていくっていうね、まあ、そういう戦い方も演出していきたいなと思ってます。従順部隊は今ここまで来てますね。もう次のターンあたりでは、敵の中央司令部に対して、艦砲射撃入れられるかなというところまで近づいてきてます。艦砲射撃で戦車部隊を撃破していきます。まあ、順調に来ているところなので、まあ、残っている心配点は先ほど来お話している航空機の補給ぐらいですかね。ターンが変わって、このターンは少し天気が悪くてですね、航空隊による攻撃ができないので、こういう時はもう動かずに航空隊の燃料は節約しましょう。動かないでその場でホバリングというかね、上空待機してるだけでもエネルギーは消耗してしまうんですけども、まあそれでも動くよりかはよっぽどエネルギーの消耗は少なくて済みますので、こういう時はエネルギーの温存、これによって次のターンでね、しっかり攻撃、叩きつけられるようにしていきたいと思います。もう、基地中央司令部の近くまで肉薄はしてます。
まあ、このあたりまではやっぱり日本軍の航空機、はやぶさ、冷戦、まあ冷戦はね、もちろん強いんですけども、はやぶさ、冷戦、このあたりが強くてですね、アメリカ軍、まあこのステージに関してはオランダ軍も含めてになりますけども、航空戦力同士の決戦では敵ではないな、まあそういう感じがしますね。では基地中央司令部に対してまずは艦砲射撃どれくらい入るかっていうのも確認したいので撃ってみましょう。8、つまり2削ったっていう状態ですね。これだったらうまくすればこのターンで撃破も可能かもしれません。今回は一発も削れなかったのか。そうなると確実に航空機で周りを削った方がいいかもしれないですね。守りがやっぱり硬いですよね、こうやって見るとね。艦爆は出したいので艦爆の、まあ、爆撃ですね。あとは、はやぶさたちによる、国語劇。これにかけましょう。まずは、周りに救っている敵を撃破していく必要がありそうですね。一つまたここで航空基地占領できそうです。前線で航空基地占領できると本当に大きいですよね。もう一つ、ここでも占領できそうです。どんどん占領を広げて、前線でエネルギーの補給、これができるように今取り計らっているところです。歩兵部隊も少しずつ前進してくることができていますね。では敵の中央司令部に対しては艦爆の爆撃を行います。3削って残り7ですね。これ従順からの攻撃でどれくらい削れるか。さっきは2削った時もあれば1個も削れない時もあったりなんかして差が激しかったんですけども、まあそうなってくるとあんまり計算が立たないというのがあるので、あとどれくらいで司令部が撃破できるかっていうところはね、まあちょっと計算が立ちづらいところではありますけども、まあしっかりやっていきたいと思います。残り1ですね。残り1まで持ってきたんですが、もう攻撃できるところがないので、次のターンに持ち越しましょう。まあ、残念ながら持ち越しですね。では、このターンで決着つけていきましょう。まあ、ただできるだけ、この後の戦いを睨んで、経験値は積ませていきたいので、ま、撃破できそうなユニットがいれば撃破はしながら進んでいきたいと思います。こういうのが、ま、終盤のステージで効いてくると信じましょう。蹴散らしながら進んで、最終的には、なんとかで、既存ユニットの経験値、こういうものを上げてですね、まあ、干渉という形に持っていきたいですよね。このあたりで手仕舞いですかね。艦爆の爆撃で中央司令部撃破していきます。これでこのステージ攻略完了です。あとは20ターン以内に攻略できたかどうかですね。結果、大勝利になってますね。20ターン以内に攻略できたようです。ちょっとこの画面上でね、ターン数がわからないので、数えておかなきゃいけないっていうのがあるんですけども、もう途中で数えるの放棄してしまって、いつも今何ターン目だっけっていうのがあるんですが、今回のこのステージに関しては20ターン以内に攻略すれば大勝利という条件だったんですが、無事に大勝利になっています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね。またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。